も十分にあります。7番の佐藤が上がってくる、9番の大塚、3番手の石川、そして後方では福島津。このまま足澤は逃がされる形となるんでしょうか。北日本勢は3番手のアウトコースで上昇を見せません。どうやら足澤逃げる形、しかしまだピッチは上がらずに足澤の攻めを7番の佐藤が叩きに来るが、足澤もここは引けずに突っ張ります。しかし7番の佐藤、マーク8番の安藤、2番の小橋と3名北日本勢抜け出してくるが、1番の足澤がもう一度内側から上がっていく。今度は後方から福島コンビがまくっていった。7番の佐藤先頭、番手は8番の安藤、まくってくる4番の桐生、打ち包まれてしまった足澤抜け出せるか。7番の佐藤粘ってる、佐藤が粘り、番手から8番の安藤やってくれ、番手から8番の安藤打ち粘った7番佐藤。しかしこの競争ゴール直前